はい、どうも皆さんこんにちは、 MSS プロジェクトでございます。バルツ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 シュワルツネバルツリフレクション、おーっとあったった、入ってきた、ついにあなたがリフレクションを、あというわけでやっていきましょう。ですね、今回はですね、はい、なんとチキンラーメンあるじゃないですか。チキンラーメン、チキンラーメンはある、食ったことあるでしょ。え、ないの？ないの？あるね、あるあるよね、うん、え、おい、ないの？あるよ、あるある。で、お前はピザかこいつ言いやがったというわけで、あのチキンラーメンさんからなんと、はい、こちら見てください、ダダーン、ピザトースト味が、はい、ピザトースト味ね、発売されちゃったわけですよ。ピザトースト味、ピザトースト、ピザと言ったらね、もう私目がありませんから。しかもピザトーストだから、ね、一応ね、うんうん、ピザじゃないんだ、ピザじゃない、トースト的な、トーストそこら辺、まあ、ピザトーストとピザはまあまあ、まあ、ほぼほぼ似てる、似てる、やってること一緒だからね。こちらの方をねちょっとね食べていって、うん、どんなもんなのかっていうところなんですけども、はい、本物とも比べたいじゃないですか。もちろんトースト、なので、うん、実はですねピザも用意しております。はい、ピザトーストじゃないんだ。そうなんですよ、すいません。だからもうピザと比べてみて、うん、本当にピザの味があるかというか、うん、するのかっていうところをちょっとやっていきたいと思います。まあ、まずは作りましょうか。確かに、うん、ピザトーストってどこの料理なの？知らないね。の、ちょっとミラノ。だってあっちならピザトーストピザって言いそうだもん、ね、なんかまあカップ麺っぽい匂いが、うん、その黄色いのがあれなんじゃないの？あ仕上げオイルがね、仕上げオイルがトーストかな、はい、ピザ、ピザ風味なんじゃない？ピザ温めてくるわ。あ、はい、頼んだ、お願いします。ジャミロクワイ、ジャミロクワイ、もう言えてないし、ジャミロクワイ、今2回目言えてなかったし、寿司食べたい、食べに行こう。でも悪いけど今ピザ食うターンだから、そろそろできたんじゃない？あざまーす。今2分半、あ、ちょうどいいかもね。あ、ちょうどいいやん。よし、ピザ、ピザうまそう。おお、あーあ、めっちゃピザの香り、ピザだね、トーストね、じゃん。お前トーストの香りする？ピザトーストの、もうピザ食べた瞬間にあれだから、うん、もうちょっと、もう分けて分けて、もうそんなに我慢できなくなっちゃってじゃあいきますよ、一斉のでいただきます。はい、うん、うん、まあいわゆるピザ味みたいな感じだな。うん、これでも美味しいけど、なんかコクがさっぱりだけど、うんうん、いや、思ったよりトマト感みたいなのないのかな、うん、ピザ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 、うん、あ、でもうまい。で、次ピザよ、やっぱいただきます。あっち、あら、回ってる？何が？カメラ、もう回ってるよ出た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 、また回してる、こいつカメラ回ってる、ほら出た前もカメラよく回るんだ、ほら、もう定位置で、ま、もう定位置で止めて、カメラは止め、あの止めなくていいけど定位置で固定、定位置で始まりましたね。だから今日はですね、今 FB が次のこの企画、ピザトーストのカップ麺を今買いに行ってるんですよ。で、その間俺たちはちょっとドッキリを仕掛けようかなと思います。前にやったやつ、前にやったやつ、同じやつ引っかかるかどうか、もう半年ぐらい前だったんで、ピザをね、うん、一箇所だけめちゃくちゃ辛くして、それをあいつに食わせるという。やったね、うまく引っかかったもんな前回。まあ今回もいけるかなと思ってちょっとやっていきたいなと思います。準備、回ってるよね、大丈夫？回って回さなくていいやピザ取ればそこ取るんじゃない？これ今回細かすぎて的を絞らせんのめっちゃむずいな。じゃあここ2つぐらいつけて、分かった分かった、だからちょっともう冷めちゃったから分けて、で温めて戻ってきたやつから優先的に食べさせるってこと。温まってたらあいつもうグワーっていっちゃうからその勢いに任せてそんなに食いつきがいい、それがいいよな、うん、持ってけばいいよ。よしよしよし、これね、ザソースやばいからな。あー、出てきた出てきた、こえー、もうこぶりつけとけ。よし、これ結構辛いよ、だいぶ来てるよそれ、うん、よし、温めてる最中にピザの位置変わんないよね、大丈夫？変わるね、変わるね、めっちゃ回すから回ってないけど、まあ、全然動いてない、回るんだ。あとカメラは止めるなよ。え、何？カメラ止め電磁波の神に祈ってみて。電磁波の神様、どうもこんにちは、お元気ですか？
僕は元気です最近。なんでお手紙みたいな。はい、こちらですね、まあ、見た目は全然わかんないんで、うん、はい、これをうまく食べさせていきたいと思います。レッツゴー。あ、でもうまい。じゃ次ピザよ。やっぱいただきます。あっち。どう、ピザと比べて。熱っ、熱っ、熱いな。うわ辛いんだけど、こっちにも来てんだけど。こっちにも来てんだけど。やっぱ先見つけたからじゃないか。多分あ、すげえ、もう汗出てきた。なんと FB さんのピザにはザソースが刺さってまーす。イエーイ。これ覚えがあるな。え、覚えがあるぞ俺。結構前になんか同じ経験がありましたね。衝撃は覚えがあるな俺。多分だけど電子レンジで温めて蒸気が出てそれがアロマに乗り移った可能性がビレゾン。やっぱ本元が入ってるやつはまた威力が違うね。これさ、ピザにこのこいつをかけたらよりなんか美味しくなりそう。まだやっといて俺を放置するのやめろ。いや十分もうやれでしょ。説明もしたし。お前ふざけんなよ。ああ、まあこれかけてもまあ大成功みたいのが必要だったかもしれない。うん、お、おいピザ、おいピザあるから。ああ、やったー。おいピザたでも食べて、とりあえず先に言っとくか、ドッキリ大成功。そしてアロマも火が広げるのがいい。それにもついてたらどうする。すごいです。やったな、やったらすごい、やったらお前ら、もう本当にもうすごいわお前ら。いや、このパターンはちょっと予想できなかったな。そこまで計算尽くしてたらもうお前ら本当に東大レベル。やっぱ2段階でやるべきだったな。そうかもしれない。今回は前と違うぞ的な。もう大丈夫だよ、ついない。いや、それ本当にこれなんか朝ごはんに合いそうな、なんかテイストがある。チキンラーメンってなんか基本そうだよね。だからトーストを風にしたい。ああ、そっか、ピザトーストって朝飯っぽいもんね。そうね。ちょっとなんか平和な雰囲気になってるぞ。ん、例えばこれがマジで毒かなんか入って食ったら死ぬっていうやつでも多分は死んでたと思う。違いない。そんぐらい何の警戒もしない。ああ、警戒しないんじゃない。そうだね、何の警戒もしない。そんなことするやつ友達にはいてほしくない。でも分かんない、今後警戒し始めるかもしれない。いや、でも警戒すべきだったな。って2回目でしょ。そりゃそうだよな。いや、でもピザは美味しいから。うわな、うん、ね、やっぱ食って、うん、カレーってなったけども、やっぱトータルで最後に、うん、そのピザ食ったらなんか幸せな気分になった、うんうん、そうなんだよ。かった。中毒性が半端じゃないからピザは。はい、というわけでですね、うん、もう一度言います。ドッキリ大成功。いやー、よかった。というわけで今回はこんな感じで、先生方みんなバーイ。結局ピザトースト風の味は美味しい。うまければいい。